服おしゃれだ。あの犬芸術家のつもりらしいけどアイデアが浮かばないみたい。お味噌が豆粒ぐらいしかないんだから無理もないわよね。冷たいな。脳みそ豆粒って、これはまた丸にするやつか。すいあっどこ、これ、え、パピルスの雪像だ。サンズ雪の塊な。赤いマーカーでサンズと書いてある。雪のマーカーでどうやってサンズって書く、雪にマーカーでどうやってサンズって書くんだ。ダメだ。あー難しいな。はい、ただこっからどうやって帰るか、真ん中抜けていくか。ダメだーくそどう。てさーい。わあ見えない、道が見えない。あ犬、かわいい犬が乗ってた。おサンズくんがいる。じゃあこっちから行ってみようか。犬小屋。ワンワン。なんてちっぽけな犬小屋。意外と高い声。でかっ。え？あ！グレータードッグだ。何この美人は、かわいい。分析。グレータードッグ。興奮しすぎた戦いと遊びの区別がつかない。あるあるだ。かわいい。グレータードッグはご主人様の命令を待っている。ご主人様って誰なんやろ。呼んでみようか。こんにちは。グレータードッグが飛びついてきた。顔によだれが跳ねた。よーしよ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 し。かわいい。愛情を求めている。撫でてみるか。よしよし。撫でられると膝の上で丸くなった。グレータードッグはすっかり安心して眠ってしまった。起きた。テンションがめちゃくちゃ高い。グレータードッグは前足で地面をトントンしている。遊んでみる。そっか、雪だるまを作って投げてやった。取ってこーい。雪だるまは地面に当たって砕けちゃった。グレータードッグは辺りの雪をかき集めこちらへ差し出した。犬はクタクタになった。お腹の上に頭を乗せてきた。いた。難しいよこれ。開けるの。グレータードッグはスキンシップを求めている。なでなでなでた。犬は全体重をかけてのしかかってきた。動きにくい。しかしまだまだなで足りない。 OK。 なでなでゲージ現在 40%。 はい、じゃあなでます。とどめの一なでを決めた。なでなでゲージが 100% に達した。犬は前足を宙に投げ出し覆いかぶさってきた。かわいい。グレータードッグは満足した。よし、じゃあねー。あ来てただけ。なんか帰ろうか、家に。かわいい。わあちょっと待って、サンズ先、サンズ行こうか。待ってる方も、あいなくなってるんだけど。マジか。ギフトロットが向かってきた。はい、ギフトロットすごい。分析。ギフ
とんど若者たちのいたずらで飾りをつけられている。もうやめてくれ。飾り外したら痛い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 。ギフトロットは若者を信用していない。飾りを取ってあげようか。犬無地ルシレーズンの箱を外した。少し楽になったの。もうちょっと外してあげればいけるかな。よし、チキンナゲットが詰まった靴下を外した。少し楽になったの。生物を詰められてるのはやだね。臭いし。苛立ちが少し収まった。もうちょい取ってあげよう。モールでできた油脂鉄線を外した。頭が随分軽くなった。本当だ。ギフトロットは悩み種から解放された。じゃあな。すごい油脂鉄線は痛いね。わあ、何ここ、何ここ、お家かな。扉だ。え、開かないんだし。キュッキュッていう、キュッていう。でも消したらなんかあるかな。はいはい。あ、開かないか。私は一体誰なんだ。あそこに見えるちっちゃい家はさっき行ったとこかな。あ、目がなくなってる。あ、いた。これは雪もふだ。そしてこれは雪もふだ。一方これは雪もふだ。返事がない。ただの雪もふのようだ。ドラクエ雪もふだ。これは本当に雪もふだろうか。見よ、雪もふだ。おや、中から30字出てきた。これは何だろう。今着服したから30円。仕方ない、橋渡るか。うわー、怖いなこの橋。あれ、うん、いか人間。はい、最後のゲームだ。こいつはこれまでで一番危険だぞ。見ろ、恐怖の死刑執行マシーン。俺がやれと一言合図をすればたちまち動き出すのだ。大砲が発射され、槍が突き刺し、ナイフが切り刻む。全ての凶器が容赦なく攻撃を始めるぞ。この仕掛けを生きて突破することはまず不可能。覚悟はいいか。いいなら行くぞ。よいな、いい、せーの。本当にやっちゃうからな。え、動かないぜ。ご主かな。死刑な。今合図するところだ。まだ全然動いてないように見えるぜ。いや、やはりこのゲームはなんというか、そのあっという間に決着がつきすぎる。そうとも、こんな装置は全然ダメだ。俺様は誇り高きスキルと、俺様のパズルは全部フェアプレイ。例の罠もじっくり煮込んで美味しく仕上げたし。だがこの装置は安直すぎる。品がない。ええ、やめやめ。やった。ふう。なんだ、何を見ている。またしても偉大なるハピリス様の大勝利だ。にゃっ、はっ。助かった。サンズありがとう。あいつ、今度は何するつもりかな。オイラにはさっぱりだ。一つ言うのは、青い攻撃のこと。思い出せってことだな。動くなってこと。大事なこと教えてくれてるからな。何これ。 Welcome Snowfall。 かわいい。あ、お店だ。あ、やった、1000ポイントだ。明るい雰囲気の街を目の当たりにして決意がみなぎった。よっとー。防器、丈夫な手袋、引きだるまのかけら。私引きだるまのかけら持ってるんだ。インフォ、あ、世界の果てまで連れてって。へえ、これ回復アイテムだったんや。丈夫な手袋、ピンク色の擦り切れた革手袋、5本指用。
なもんか。棒切れ、棒切れ武器。散歩中の犬がよくぶつかる。ショップ。よっしゃ、何か探し物かい。おお、すごいすごい。武器、ぶん殴れ。腹筋がすごい。アーマー回復、11×2、二度おいしい。バービー粉、棒アイスみたいな。シナモンキーレシピ、売るとかなんだ。なんだって物売りたい。ここは質屋じゃないよ。あんたの地元じゃどうなのかは知らないけどね。棒切れだの、使用済みの包帯だの、いちいち買い取ってたらうちは商売上がったりだよ。話してみようか。おしゃべり付き合うよ。おはようございます。スノーフルへようこそ。この町に嘘から人が来るなんてずいぶん久しぶりだね。あんたどっから来たの。都かい。観光客って雰囲気じゃないけど連れはいないのかい。おすすめスポットありますか。この町のおすすめスポットかい。お腹が空いてんならグリルビーズ、調べ物なら図書館、くたびれてんなら宿屋で一休みするといいよ。この店のすぐ隣さ、私の姉さんがやってんだ。退屈なら表に出て骸骨コンビの漫才でも見物するんだね。あの二人多分兄弟だと思うんだけど、ある日突然現れて偉そうにし始めてさ、まあおかげで暇つぶしには困らなくなったけどね。この町の歴史、歴史の授業で習わなかったかい。昔々モンスターたちは森の遺跡に住んでいましたってさ。でまあいろいろあってみんなで遺跡を出てさ、洞窟の出口の方を目指したのさ。その途中で獣系の連中はこの辺りの気候が気に入ってね、そのまま住み着いたってわけさ。そうそう、遺跡に行ってみようなんて考えても無駄だよ。扉はずっと昔に閉じたきりさ、お化けになるか地面に穴でも掘らない限り中には入れないからね。さっき入れなかったところか。あれ遺跡だったんだな。地下での生活、これといって特に変わったことはないね。ちょっと狭っ苦しいのは確かだけどさ、でもみんな心の奥で信じてんのさ。いつかきっと自由になれる日が来るってね。そうやって希望を持てる限りしんどくたって耐えていけるもんさ。人生ってそういうもんだろ。いいこと言うな。またよろしくね。よし、じゃあ宿屋行ってみよう。かわいい。いらっしゃいませ、高級ホテルスノーテルへようこそ。一晩80G です。泊まってみようか。ではお部屋の鍵をどうぞ。あったかくしておやすみなさい。隣のいびきがうるさいぜって。おはようございます。その様子だとぐっすり眠れたようですね。よかった。だって2分と経たないうちに降りていらっしゃったから。料金はお返しします。お電話一晩泊まるときにいただきますね。もうなんかすごい癒されるなこのゲーム。お前帰ってきた。寝るとね、最大 HP より多く回復するんだってママが言ってたよ。最大 HP って何？あ、そうなんや。しかもお金返ってきたし、なんだ GoTo トラベルか。なにこれは、ショートカットか。わー、読めばよかった。街の端っこまで歩くのが面倒な方へ、トンネルをお試しください。最短距離で移動できます。便利。この子シナモン茶っていうのかわいいでしょ。チャームポイントはお尻よ。うふふ、シナモン茶。キュートなお尻のバニーちゃん、うさぎなんや。あそこに立ってる女の人見てるとなんかモヤモヤするんだよね。好きなの。昔ティーンエイジャーたちがあるモンスターの角に飾りをつけていたずらしたことがあった。町の人たちはそのモンスターを慰めるためにプレゼントをあげるようになった。それ以来木を飾りつけてその下にプレゼントを置く習慣が生まれたんだ。さっきのモンスターのことか。丁寧に飾り付けられたツリーだ。プレゼントの中にはサンタから町の住人に宛てたものがある。かわいい。クリスマスか。おっす、お前さ俺と同じで子供だろ。横島のシャツ着てっからすぐ上がったぜ。かわいい。あの変なスケルトンは大人？子供？どっちかな。15歳ぐらいかな。この町には町長がいない。何か問題があればスケルトンのやつが魚の女の人に伝えるんだ。政治ってのはそういうもんさ。これはギャリーバイズ。
わあ、さっき今戦った人たちがいる。一旦マスターに挨拶しようか。グリルビーがね、この店では水はお出ししません、水は身を滅ぼしますって。あ、この隣のカモちゃんが喋ってくれてる。かわいい。都は人が増えすぎたんで、みんなこの町に移住してくるって話だ。俺的には地元の伝統を汚されんのはごめんだね。でも都会の気取った連中が雪道で滑ってこけるのは見ものだな。ジュークボックスは壊れている。あ、この BGM は違う曲なんだ。そうそう、人間の食べ物ってモンスターとは違うんだろ。聞いた話だと腐るとかいうのをするらしいぜ。しかも食べると体の中を上から下まで移動するんだってよ。気色悪いな。いつか食ってみたいよ。なんか納豆ご飯とか好き。どの店でも同じメニュー着てる客もメンツも同じ。たまには違うドリンク飲んでホットな男子と出会いたいの。確かに、あの左の黒い犬とかとイケメンだよ。この店ではどこに座るかよく考えた方がいいっす。下手するとあのでかくて人懐っこい犬が膝に飛び乗ってくるっす。あいつは友達だぜ。私らはこの町を守る兵士さ。なのにみんなからないがしろされてるさ。あのスケルトン兄弟も骨ぐらいくれればいいのにさ。私ら骨大好きなのさ。くれるかな、痛いかもよ。スパイク付きの首輪をして自分のアイデンティティをアピールするのはどうだ。紐をつないで散歩に出てくださいっつー自己主張だ。私この犬好きだな。イケメン喋らんのか。よしよし、一人ポーカーをしている。負けているようだ。いつも敵は自分さって。今日女の子を釣りに行ったんだ。女なんてちょっと釣り糸垂らせばすぐ引っかかるって聞いたからさ。川に女の子がいるかは疑問だけど、釣れたこと愛を育むつもりだよ。たとえそれが魚でもね。そこにいる犬たちはロイヤルガードのメンバーだよ。リーダーはアンダイン。アンダインは偉そうだし、うるさいし、気に入らない奴には暴力を振る。子供たちが憧れるのも当然よね。そうな？戦ったけどな。みんな笑ったりギャグを言ったりして目の前の問題から目をそらしている。単調な毎日、人口密度の上昇、日の当たりの悪さ。私もそうやって嫌なこと忘れられたらいいんだけど、お笑いのセンスがなくて。まあ少なくとも私は寒いダジャレを連発したりしないよ。ガールがサムガール。地底の世界にはいろいろと問題もあるけど、それでもみんな笑って暮らしてる。なんでって？どうせ何もできないんだから文句言っても仕方ないだろ。ニコニコ、前向きだな。いいこと言うな。ここは図書館。図書館、こんにちは。ここは図書館だよ。あー、わかってる。表の看板は字が間違ってるよ。ごめん。聞こえてた。聞こえてました。いや、惜しいよ。うん、つけるだけ。その目つき、君はお子様チャレンジのパズルに手こずるタイプだね。え、見てた。でも結構早かったよ。新聞を作る仕事はとても気に入っているわ。ここではニュースなんてほとんどないから、載せるのは漫画やパズルばかりだもの。あー、そういうことか。作者か。ごほごほ。子供の頃、学校で自習の時間によく文字探しをやらされたわ。はっきり言って時間の無駄だと思ってた。なのにおかしなものね。今じゃ私、地底で一番の文字探し作者なんですもの。へぇ。愛、希望、思いやり、モンスターの魂はこれらのものでできているとされる。しかし、そもそも魂とはどういうものなのかよく分かっていないのが現状だ。何しろ人間の魂はそれらのものがなくても存在できるのだ。なるほど。モンスターの歴史第4巻、人間の脅威から解放された我々はホームの街を後にした。寒さの厳しい沼地を抜け、焼けつくような灼熱のエリアを進み、ようやく人間現在の都がある場所にたどり着いた。そこはニューホームと名付けられた。やはり我らが王のネーミングセンスはいまいちのようだ。
魔力で構成されているモンスターたちの体は魂と連動する。このため戦いを望まぬモンスターは防御力が低下する。さらに敵が残忍であるほど受けるダメージは大きくなる。したがって強力な魂の持ち主から殺意を込めて攻撃されると。気が見える話はこれぐらいにして、ケーキのレクシピでも記しておこう。私は今こうして本を書いている。たった今部屋に誰かが入ってきて本を手に取った。そして読み始めた。おっと失礼、その本はまだ書きかけだ。あ、作者が後ろにいた。モンスターの体は魔力で構成されているが、人間の主成分は水である。肉体を持つ人間は我々モンスターよりはるかに強力だ。しかし彼らは魔法で気持ちを表現する喜びを知らない。玉を並べてお誕生日のお祝いメッセージを綴ることすらないのである。学生が書いたレポートだ。モンスターの弔いの儀式についてまとめてある。モンスターの葬式は専門的観点から見てもめっちゃかっこいい。モンスターは年を取ってぽっくりいくと体が塵になる。葬式ではその塵を個人が生前大事にしていた何かの上に巻く。こうすることで個人の心がその何やかに宿るのである。指定の枚数になったかな。これ以上書きたくないんだけど作者の気持ちが含まれてる。図書音か、あ、図書音かってなってるのか。開封されていないダイレクトメールがぎっしり詰まっている。この弓受けにはパピルスと書いてある。中を見る？はい、見てみよう。空っぽだ。鍵がかかっている。パピルスんちか。内側から鍵がかかっている。